はい今回は吉村知事が大阪万博に関する建設業の残業に関する発言の謎、こちらを考えていきます、今回もよろしくお願いいたします。まあ、この大阪万博の話がですね定期的にまあ話題、ニュースになったりするんですが、実はこれっていうのは大阪だけの問題ではなく、えー、日本国民全員に増税というものを課す、そういったことがあるので、多くの人は関心を持っていただいた方がいい内容なんですが。 まあ今回はですね、この大阪の吉村っていうのがあまあ謎めいたことを言ってるんで,で、えーまあ、ニュースにもなってるんですけど、なんかいまいちちょっとよ,よく意味が分からないんですよね、僕、調べたんですけどで僕の思うところということで最初にお話しさせていただくと大阪万博ってもう今の時点でどうやってもうまくいかないんですよ。であのその夢島っていうところの地盤も弱いんでうまくいかないんです。よ。だから、 大阪万博に関する考え方としては一つ、えー、極力早く中止するしか、えー、ないんですね。僕はそう思ってるんですよ。えー、し,しかし、そういったことには触れず、何やらかにやら、えー、いろんなことを言ってると、まあ、意味がわからんなということなんですね。で、まあ、ニュースに入る前にですね、まあ、いろんなことがこちらも言われてるんですが、まあ、その会場建設費がですね、えー、もともといくらだったのか忘れましたけど、もうね、えー、倍以上なのかな確か ぐらいこすってことで、それを公金税金で払うわけじゃないですか？で、2025年の4月ってことで多分間に合わないんですよ。で、えー、全然工事もうまくいってないし、そのパビリオンっていうのも入札入ってないっていうことなんで。で、どうするのかっていう話になったんですが、2024年に、えー、この建設業に、えー、適用される残業っていうえー、まあ、2024年問題っていうやつだと思うんですが、それに関してなんか吉村がいろいろ言ったっていうことがニュースになってるんですが。 うん、はっきり言って意味が分からない、うん。全くもう言ってる意味が分からないんですよ、吉村のえ。ニュースも言ってることがちょっとよく分からないんですよ。で何が分かるのかって言ったら、うん、一刻も早く大阪万博を辞めればいいんですよ。税金、公金の無駄遣いだからね。ただ、あこの大阪万博っていうのは、カジノ IR っていうのがあるんで、相当裏で利権が動くんでしょうね。なんだか分からないですけど、そういったことをまあ、まあ、しようとしてると。で、<laughs> このニュースに出てきてね、 この発言の謎っていうことなんですが、吉村がです、ね、いろんなことで現場の声をとかって言うんですが、吉村って現場入ったことないでしょう、えーまあ。現場のさまざまな反対を、まあ、無視してるにもかかわらず、えー、現場の声をっていうのが意味がわからないでしょ僕はそれが一番意味がわからなくて、何を言おうとしているのかと、まあ、あとどういう意味なのかと。でおそらくですが、まあ、これは 僕の考えなんで、まあ、リスナー様はどういうふうに思われるかわからないんですけど、建設、まあ、現場の方、建設業の方っていうのは、あ2024年問題を抜きに残業手当が入るんだれば、あその、まあ、工事とか仕事をしたいっていうのが本音だと思います、しかし、まあ、そういったことにはまあ触れないっていうか、えー、なんというか、うん、もう意味がわからないなっていう、まあ、ここでニュースをちょっと考えていきますね。 この2025年4月に開催される大阪万博ですが、まあ、工事が間に合わないと、でこれに関して、この2024年かな、の4月から建設業に適用される残業規制をめぐる、まあ、超法規的措置ということだね。これがまあいわゆる2024年問題ということなんでしょうね、うん。で、この自民党の万博推進本部で、このパビリオン建設について、 時間外労働の上限規制の対象外とする意見がまあ出てきたと間に合わないからでしょうね。で、えーまあ、こういったものに対して日本政府はこの大阪万博のテーマと相入れないとか検討しないとかっていうことがまあ出てるんですが吉村がです、ね、答えたのはあこの国に適用除外を求める予定があるのかどうかっていうことなんですが、まあ、この内容がちょっと意味がわからないんですよ、回答がね。 でただ、なんとか回答したのかというと、働き方改革は重要だと思っていますので、今の段階で除外を要請するということは、大阪府として現時点では考えているわけではないと、うんくどいですね、今の段階とか現時点ということを言うということで。 で、今度その後に、現場の声も非常に重要、現場の皆さんがどういう声を出されているかっていうのも大切、現場の声を繰り返すって、だからこの今の時点とか、あ現時点、現場の声とか、何を言ってるのかわかんない、いやらしいことを言ってるんですよね。だから なんていうのかなうまく、うんまあ、いかないと思ってるんでしょうね、吉村も当然、でそれに関してはあこう、ね、なんていうのかな、その現場の雇用とかって言って、えー、はぐらかす、そういうようなことかなっていうことで、で現場からあ適用除外を求める声があれば、国に要請することもありえるのかともお、まあ、取れるということで,で、こういったところで記者もお、ね、その適用除外の要請を検討する可能性があるか、2024年の、その2024年問題か、あそれ に関していろいろ言ってるんですが。 で、吉村は、あ現場の声を大切にするとかでし、しつこいって話なんですよ。いちいち現場の声、現場の声と、現時点でとかね。うん。で、えー、現場の声を無視して、政治でそういうことをしてるわけじゃないですか。2024年問題っていうのは、もう残業時間をなくすとかって言ってるわけじゃないですか。それでいきなり今度また今度現場の声とかっていうのは、意味がわからないじゃないですか。うん。で、この今の段階ではって大阪府が言うってことは、残業規制の例外を認めてくれ、えー、と、そういうことなのかっていうこと のも言ってるんですが、ちょっと意味がよくわからない。うん、で、えーまあ、ちょっと難しい言葉を,を、まあ、言われてるんで、まあ、皆さんがお分かりかもしれないんですが、まあ、こういったことが、まあ、言われてるんですね。残業規制は政治が決めたルールー 政府側が適用除外を認めるのは筋が通らないとの主張だが、政府は適用除外を最初から否定している立場だとか言ってるんですが、吉村っていうのはこの現場の声とか、あと現時点ではっていうことを、まあ、うまく言葉を使って、うん、だから自分がこう悪くないとか、そういうふうに話を持っていこうのかとしてるのかなと思うんですよね。そ,そこら辺がこの意味が分からないんでねで、さっき最初の方にお話しさせていただいたんですがあの、ものすごく単純で意味が分かることっていうのがあるんですよ。うん しし、てて、も間に合わないい金税金をどどどどんどんんどんん積んでいって国民に増税を課すから、うん、なるべく早く大阪万博をやめる、それが正解、うん、別にいちいち2024年問題がどうのこうの、そういうことではないんですよ。でこれって結構意味がわからないと思っている人もいるし、なんか結構、ねえー、理解が深い人も、ま、いて、まあ、リスナーさんもそう思っている方がいらっしゃるかもしれないんですが。 結構いろんんな意見があ、まあ、出てるんですよでそれどういうことかというと2024年問題はですねこの事業者側から、えー、大阪万博においては外すべきではないかという、まあ、そういったものも聞いている、だから、あのー、ちょっとうまく言えなくて申し訳ないんですがこの現場の人の声とかその事業者側からと言ってこう主語を入れ替えて、えー、これでまた得意のうやむやにするというまたそういうことをしようとしているのかとかねあとは、あ こういうふうにも取れるんじゃないかなというご意見がありまして、まあ、そうかなと思うんですけど、吉村のポイントアップのためにこういったことをしているんじゃないかっていう、まあ、そういったことで、そういったやり取りを憶測した方がいらして、まあ、そうなのかなと思うちょっとこの内容をここからお話しさせていただこうと思うんですが、大阪万博の協会って 万博協会というのはあ何とかどうにかこうにかしても万博までに、えーそのね、工事を間に合わせるようにしなさいということを言うしかし、えー、この着工している現場の人たちはこれはもうそんなことは絶対無理だというで、えー、この大阪万博の協会はあどうにかしろ、何とかしろと言うで、えー、そ,そうなった場合、この現場の人が残業なしでは不可能でそれが多分2024年問題で残業できないということになると思うんですが そうしたらその時に吉村がですね、えー、現場から残業させろっていう声があるんですけどとかって言って、えー、そののななんていうのかな吉村のその一声があ吉村はあ現場の人の声を聞くとかつまり吉村の株カップ維新の手口ですね。 人々がどういうふうに思うのかっていうところの、まあ、その変なところだけ一部考えて、そういうことをしてるんじゃないかと。だから、あ今回の話っていうのはね、僕もいろいろ考えたんですよ。だけど、ちょっとよく分からなかったんですけど、ただ一言だけ言うと、皆さんもこう思われると思うんですが、今の時点でもう無理なわけですよ。パビリオンもね、えー、その建設工事も、もう何もかもがうまくいってない、後手後手に回って、もう残り期間で、えー、工事なんて間に合わないんですよ。 でどん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 ん税金、公金を投入していってその額が膨らむだけ、でその2024年問題で残業もできないっていうことになって問題が山積みになってもう今積みそうなわけじゃないですか、だからどうせ積むんですからもう早めに中止するべきです。 大阪万博は中止一択、なるべく早めに、それだけです。でいちいちこの吉村のえ自分のおそらくポイントアップにえ付き合っている場合ではないと思うんですが、おそらく多分こういうふうに動いて、うん、やはり維新の会はいいですねって、完全にもう,こうやられてるんじゃないかとね、当然あの、難しいえ、細かいところはあるんですが、その お話しした、えー、大阪万博が明らかにうまくいかないということであったり、公金税金を使っているということであったり、いろいろおかしいことからしてね、うん、もう本当にさっさと万博中止しろって、まあ、思いますということで、ちょっとあのわからないところもありまして、えー、ニュースの内容、まあ、その内容そのものがもう理解不能なんでね、えー、っていうことがあったんですけど、まあ、ちょっと思うことをお話しさせていただきました。まあ、最後に、えー、もう一回だけ確認すると、僕は大阪万博っていうのは中止一択だと思ってます。早めに中止するべき。 なぜなら、それが長引けば長引くほど、日本国民に増税という形で乗っかってくるからです。誰も望んでいないと、そのように思います。ということで、今回はここで終わります。最後まままで聞いていいいててたた。ただきましししありがとうございました失礼いたします